あっちどっちそっち ABS。 さあ、ここからは名張市観光協会週末ガイドのコーナーです。今回はですね、20年以上ずっと個人活動、こちらからですね、吉岡正夫さんにお越しいただいております。吉岡さん、はじめましてですね。はじめまして。はい、どうぞよろしくお願いいたしま す。ちょっと気になったのが、この20年以上ずっと個人活動、こちらは活動名ということでよろしいんですかね。うん、活動名というか、あのグループでは一切やってません。全く一人でやっておりまして、はい、まあ誰の力も借りてないというか、一人でやってるというのが現状です。まあ、全国でも珍しいんじゃないかなと思います。はい、そうですよね。はい、あ、でも特にそういう名前とかは、活動名とかなく、もう一人でもずっとされているということ。そうですね。はい、特にあの活動名は ありません。なるほど、はい、分かりました。では、その個人にこだわられている理由っていうのは何かあるんですか？いろんなグループの方たくさんされているケース、まあ、こういったホタルの関係はされているんですけども、うん、いずれですね、こう代を引き継がないといけないという分がございまして、なかなか順番にうまくこう代を引き継いで引き継いで、繰り返していけばいいんでしょうけども、まあ大概はそういったまあ、引き継ぎというか、そういうのはなかなかどっか途切れてしまうケースがあります。で、私の場合は一人でやっている理由は、まあ、後を引き継ぐ人がいなくてもですね、自然の力というのは強いもので、絶対繰り返せるというような取り組みで、やっておりますので、まあ、私は、次の世界へ行ったとしても、台の手を借りずに、台の手を借りなくても、ホタルは繰り返していただくというような環境づくり、それに取り組んでおります。はい、わかりました。まあ、主にはホタルの、まあ、そういう取り組みを行われているという感じですかね。そうですね、うん、ホタルの2種類ということで、うん、川の通称、まあ、皆さんが馴染みの深い川のホタルと、あと山に、ある非常に珍しいホタル、この2種類のを、まあ、並行してやっているというのが現状でございます。わかりました、はい、じゃあ特にですね、まあ、ホタル以外の活動をされているというよりかも、こちらの厳選してという感じですね。そうですね、ホタルに絞るのに非常に苦労しましたけども、うん、まあ、これが一番かなと思って、まあ、20年前から取り組み始めたというのが現状でございます。うん、なるほど、はい、20年前から取り組む、はい、まあ、後ほどね、お時間許す限りきっかけなんかもお聞きしていただけ、はい、していけたらと思うんですが、まずそのホタルへの取り組みについてね、教えていただければと思うんですけれども、うん、どういった取り組みなのかっていうのを具体的に教えていただいてもよろしいですか？はい、取り組み方法としましては、私の方法、まあ、ホタルの場合はいわゆる直接法、直接育成法と間接育成法という、まあ、2つのやり方がありまして、直接というのは、まあ、ホタルもしくは餌、基本的にはホタル本体ですね、本体に直接手を加えて、まあ、養殖をして、増やしていくというやり方をされているグループもたくさんございます。で、私の方は逆に間接育成方法といいまして、ホタルには一切手を触れずに、ホタルの餌ですね、餌に対して、全てを注いでいるというか、ホタルは餌があるところにはホタルが来るという私の強いモットーがありますので、信念がありますので、餌に集中して取り組んで、まあ、ホタルがいわゆる付属品としてついてくるというのが私の、まあ、取り組みの状況というか現状でございます。その餌に集中するということなんですけれども、その餌というのはどういうものを？川の場合は、川みなという巻貝のような分ですね。昔、まあ、昔は、今はシジミを味噌汁に使いますけども、昔はこういった巻貝の小さいものですけども、川みなというのが多分私のおばあちゃんぐらいですと使ったと思いますけど、味噌汁に使ったというような、うん、川みなというのが源氏ボタルの主食でございますので、それに対してその餌の川にのを繰り返して、自然に繰り返していくような、うん、取り組みというか、それをやって、まあ、今に至っていると
ということでございます。それと山田君は、うん、皆さんも存じ上げて少ない、最近少なくなって私もちょっと集めるのに困ってるんですけども、山の場合はもちろんあの川になというわけにいきません。川の分ですので、山の場合はカタツムリと、できたら小さい目、少しやっても中くらいから小さめのサイズのカタツムリ、それをすべて、天然というか育成じゃなくて、飼育じゃなくて、もう天然物を回収して、投入するというやり方で取り組んでおります。あ、なるほど。それは、まあ、その餌を育てられるわけではなくて、うん、まあ、どこからか仕入れてこられたものを、うん、いや、じゃなくてですね、うん、仕入れると全く無意味でございます、ね。あ、はい、うん、餌も全部天然育成ということで、 あるところに、うん、まあ、そういった育成場所はございまして、うん、ただ餌も流れてません、もちろん水道をきれいにすることもありません、ね、そのまま、田んぼ田植えの時には濁った水、台風の時には、強い流れ、全部全て耐えるようなまあ、餌の、まあ、育成というか、すべてそういったものに耐えるような、まあ、強い体質の、まあ、餌ですね、川になるというのを取り組んでいます、全くそのまましても、だんだん増えてくるというふうで、今のところはうまくいってるかなというふうに思っております。そうなんですね、はい、なるほど。じゃあもう本当にそのホタルを守るためにこう餌から集中していろいろとその餌もちゃんと育つような環境作りみたいなものもきちんとされているという、ね、強い餌を作ると、まあ、ずっと繰り返していくというので、まあ、今のところはそういう形の取り組みが、まあ、うまくいってるかなというふうに思っております。なるほど。餌がこう自然に強くなるということは、やっぱりそのホタルにとってもいいメリットがあるわけですか？そうですね、うん、当然強い、いわゆる高品質の餌というのは当然ホタルに対して光の強さも強くなりますし、まあ人間でもそうですけども、まあ、栄養素の高いものですね、うん、主食というか食にすれば、うん、体のバランスが保てるような形の分がございますので、うん、できるだけ、まあ、明るい光、それからできるだけいい状態での、まあ、体力も含めて、まあ、なんとかこう繰り返すような力強いものを作りたいなと思っております。で、まあ、してもう一つありますと、他のところではないようなある場所では、普通ゲンジボタルというと川面にゆらゆらと飛ぶんですけども、非常に、天高く10メーター20メーターという高く飛ぶようなホタルの場所もございまして、そういった力強いホタルの、まあ、状況というか、そういうのも今のところはある場所、これから出てくる場所ですけども、そこの場所にはそういった強い体質のものが今のところは育っているということです。そうなんですね。やっぱりこうね、ホタルが元気であるということは、その餌、食べる餌によっても全然変わってくるわけですね。ああ、なるほど。それをまあ吉岡さんは一生懸命取り組まれているということなんですけれども、そういうことですね。はい、わかりました。これから も関節育成にこだわってやっていかれる予定。そうですね、もう全て関節育成ですね、うん、にこだわってやりたいなというふうに思っております。はい、私の関節育成というか、いろいろ直接するとかやりますと費用もかかりますし、いろんな面とか、そういった、餌だって今一応自然で回収してますんで、まあ、費用もかかりません、うん、できるだけ、まあ、費用もかけなくて、強い体質のものということで、まあ、自分の体力さえあればなんとかこう、つないでいけるという取り組みを、まあ、最初からやっておりましたので、まあ、言えば費用をかける余裕がない方でもこれからやろうとすれば取り組めるような取り組み方法というようなやり方でございます。はい、わかりました。それではですね、続いて、まあ、ホタルの現状、うん、まあ、名張市においてまずお伺いしていけたらなと思うんですけれども、うん、いかがですか？そうですね、今現在ですね、先ほど申し上げましたように、川のゲンジボタルという馴染みのホタルですね、これは名張市内で、まあ、今のところは川の距離数で私がやっているのは約30キロ強ですね、
発生が約3万2000匹から3万3000匹の発生と、1シーズンですね。すごい。で、山のヒメボタルというのは、まあ、7月入って、七夕の頃から7月いっぱいというのが出ますけども、これはさすがに山は広いので、名張りしない、まあ、基本的には赤目とか小レンジとかいうところでございますけども、そちらの方で、約10万から15万平米という広いエリアになっています、うん、発生数が2万4000ぐらいまで今のところ来ております。2万4000、はい、はい、山の、はい、山の中で光るホタルです。山の中で光るホタル、はい、まあちょっと、知ってる方はいらっしゃいますけども、非常に珍しいというか、うん、全国でも珍しいホタルでございます。あ、そうなんですね、はい。まあ、ではその名張のね、ホタルの状況であったりですとか、うん、まあ、特徴についてとかもね、お伺いしていけたらと思うんですけども、はい、いいですか、はい、うん、どうぞ、はい。じゃあ名張のホタルというか、まあ、全国的にもそうでしょうけれども、まあ、通称源氏ホタルというのはですね、まあ、ホタルの光るホタルでは一番大きなホタルと言ってもそんなに大きくありません、約2センチですね、源氏ホタルは大きさは約2センチぐらいということです、うん、で、それに引き換え、ヒメホタルという山のホタルですね、うん、これは、6ミリぐらいしかない、3分の1ぐらいの大きさしかありません、源氏ホタル3分の1、もちろんもともと小さいですが、体積でいくと10分の1ぐらいの非常に小さなホタルということです。違いは、まあ、光り方は源氏ホタルの場合は緩やかな光を放ちながら黄緑色の光を放ちますが、ヒメホタルは非常に激しい 0.5 秒に1回のピカピカと光る非常に金色の眩しい光り方をします。で、餌が、源氏ホタルは顔に食べるんですけど、ヒメホタルはカタツムリと。で、まあ、大きな特徴は、あと、まあ、どれでもそうですけれども、オスとメスというのがありまして、ゲンジボタルはオスもメスも時間差はありますけど、どちらも飛びます、うん、ただしヒメボタルの場合はオスは飛びますがメスは飛びません、そういった分でございますね。あと卵もそうですね、500個から500個ちょっと、ヒメボタルはその10分の1の50から60というぐらいの数の卵の産卵ということですね。性格はですね、源氏ホタルは、まあ、人に迷ってくるぐらいの非常におごらかで人懐っこいと、あとヒメホタルの場合はなかなか山の方の中にいるぐらいですから、非常に、真っ暗になってからしか出ませんので非常に慎重であります。特に人を警戒しますので、なかなか確認するのが難しいと、いうのが最初の段階でございました。うん、はい、なるほど。同じホタルでも全然ね、特徴とかが性格が変わってくるんですね。わかりました。この大きさです。あ、全然大きさも違いますね。あ、圧倒的に源氏ホタルの方が大きいなと、ね、うん、見て目で分かるサイズですけども、ヒメホタルすごいちっちゃいので分かりにくいかもしれないですね。はい、では続いてホタルの歴史についてもね、お伺いしていきたいと思います。そうですか、はい。ホタルの場合は全国的にはですね、もう1000年以上でですね、一番最初で出てきたのは万葉集という、まあ皆さんご存知だと思いますけども、うん、そちらにホタルの、まあ、実態というか名前がポッと出てきています。違う、まあ、その後、まあ、人の中で非常に有名になったのがちょうど1000年ほど前、平安時代になりますけども、皆さんご存知の清少納言という方で枕草子という随筆詩を書きましたけども、そこに非常に細かくホタルの内容が書いてあります。春は明け物から出まして、夏は夜というところがあります。そこからたくさんのホタルは飛ぶ、初夏には飛ぶと、まあ、日本の四季はいいなというのがありまして、さらに、まあ、1匹2匹という非常に数少ないホタルにも非常に風情があって、もう大変よろしいというような内容の細かい内容まで入っています。そこから、まあ、皆さんのこのホタルに対する認識が高まってきたというのからですから、まあ、1000年前の平安時代、ここから、まあ、それが息づいていると、ずっと息づいているということですね、うん、なかなか1000年間生きようとすると大変ですので、私も、まあ、
宣伝は無理でしょうけども、まあ、なんとかずっとつながってるというのが、このホテルの歴史というのでございます。なるほど、はい。でまあ、生ビルはですね、それ全部ですけども、うん、生ビルは、江戸時代の半ばぐらいですね、うん、まあ、もともと生ビルは東道家というのが管理というか、入っておりましたけども、まあ、もちろん江戸に東道家の、まあ、そういう屋敷というのがございまして、そちらの江戸の東道家の方にこちら名張から、ホタルを、2回ほど3000匹数千匹という記録内容になってますけども持って行ったと、殿に、見てもらいたいということで持って行ったという記録があります。で、その後昭和30年になりますと観光誘致で、大阪の道頓堀に1万匹を放したと。うん、いうのとか、あと近鉄の方で蛍電車が大阪から毎週末に出したとかいうところもありますけれども、まあ、それ以降はもう高度成長期で、はい、残念ながら河川の汚染とかで絶滅に至ったという経緯がございます。わかりました、はい、ありがとうございます。本当にね、まあ、北欧名美な蛍ですけれども、うん、いろんな歴史があったということですが、うん、ね、ちょっともうお時間がすいません、迫ってまいりまして、はい、もうちょっとお話ね、たくさんお伺いしたいところではあるんですけれども、はい、まあ、今後の目標を含めてですね、はい、最後に皆さんに一言何かメッセージございましたらいただけますでしょうか。そうですね、はい、はい、まあ、私も50歳から始めまして、なかなか失敗もできませんので、いろいろ勉強もしました。ただ今のところ順調にいってますので、できればこのままもう少し頑張る範囲でやりたいなと、それで自動的に繰り返すような環境づくりというのに取り組みたいと思います。まあ、モットーとしては、餌が主役でホタルは付属品というのが私のモットーでございます。で、最後に、私の方で、一句、私の一句を添えて、皆さんに、はい、終わりたいことにしておきます、はい。夏は夜巡るときめき河野舞、夏はやる巡るときめき河野舞。以上です。ですね、はい、ありがとうございます。五七五でまとめてみました。ああ、素敵ですね。もうぜひぜひ皆さんも耳にね、もう残していただいて、こうなんかこう風情を感じながらね、なんかちょっとまたホタル見た時に思い出していただきながらね、はい、楽しんでいただければなと思います。まあ、こういったね、吉岡さんのような活動があるからこそ、ホタルもね、今まで通り守っていかれているんだと思いますので、はい、ぜひ吉岡さんのような活動をぜひたくさんの方にね、行っていただけるような、はい、ことを願いたいなと思います。吉岡さん、本当は今日はどうぞありがとうございました。はい、またよろしくお願いいたします。あっちどっちそっち ABS